はい、皆さん、こんにちは、えー。8月の処方が届きまして、今回こちらの色ですね。この表紙で覚えておいてください。たくさんね、集まってくるとなんだかわかんなくなってしまうので、こちらです。そして、そこに、えー、っと、毛質の昇級試験がね、まず一番初めに出てきますね。で こちらこう少し進んでいただいてこの辺りから皇室が入るんですがこの皇室っていうのはもう皆さん書いてありますで、えー、とコロナの影響であの1ヶ月お休みになってますので、えー、と予告というのが裏の方にあるんですがこちらですねこれを、えー、と今書こうとしているのがこちらですなのでちょっと毛筆の,の方と皇室の方と あのちょっとねずれてますのでその辺り締め切り日が違うんだよっていうところでお間違いのないようにお願いします一応こちらの9月と書いてあるこちらですねこれが10月8日の締め切りなんですが私のところに9月末日までにお願いしますということなので、えー、お間違いないようにねはいお願いしますはいでは12年生からこちら書いていこうと思います えー、10人の人が集まればというこちらの文章ですね。はい。では、ちょっと拡大していきますよ、うん。そう。こうして10という字を改めてこう見てみるとね、えー、マスなので、あのー、ちょっと そうね下これは下が長く書けてるけどあの頭しっかり出そうと思って書いた方がいいです意識としてはそういう感じで下よりも上を長くしようと思う方がいいかなこれまあ結果的には下の方が長くは見えますけどこの頭の部分をしっかりやりたいんだっていうところあの 気持ちをねそういういいいところに置いてくださいまずは1画目は1を書くようにこの関数字の1っていう感じですねこう上がって下がってくるようなこの線質で必ず打ち込みの方向がこういうラインになってるはずですこれが上からじゃないよねっていうところこうになるとすごく変でしょこうにならないようにこれだと上からドーンってやったのがこういう感じになりますけどこれ横横って 斜め45度って言われるあれですね。こういう風に入れたいわけですから、そこを気をつけてください。そして、頭しっかりやりたいねって言ってたのは、単に長さだけの問題じゃないんですよ。これっていうのは、この気質、こちらも、左上からこういう風に打ち込むっていう、これを大きく、大げさに出してあげる方が、こういう単純な字っていうのはね、もう見せるところがそこしかないので、しっかり入れておいて止まること。 っっって言っちゃうとダメですかからすんなかったねしっかり止まんないとこういうふうなただのなんかくにゃっとした線になっちゃうのでしっかりとギュッと止まってあげてからまあ筆じゃないんだけどね筆を起こすようなイメージで鉛筆のね芯をギュッて起こすようなイメージでぐーッと下に下ろしてきてスッと抜くような感じですね。そう っていう風に頭を意識するんだというところです。はい、人という字いきます。人っていうのは、あの、これもギュッと入ってますけどね。こう入ったらすぐに左に行きます。下にこう下ろしてくるような感じではないので、この10っていうのとはもう全然違いますよね。ギュッと入ってすぐ左へ。 角度がねもうすぐ左そして結構上の方に接続をされてますよねこの位置も見といてくださいまた下が長くなるようなほんと人のような感じですよねこう来て足を長くしてあげたいなと思いながらこうでここっていうのはちょっと軽く止まるような感じに持ってきた方がいいです右のところここからいきますよ動き見てくださいスーッと来といてギュッと そしてて力を緩めていきますそうするとこういう感じになりますので太さにあの違いがこう出てくれるといいなとは思うんですがそのためにも結構私これ全部のお手本を書いた後の丸くなった鉛筆なんですよ。もうそのぐらいでいいです。そうするとこういうところにあの線の太さに差が随分出ますのでその辺をあの楽しむような感じでいってください。 はいのですすよちょょっと大きくなりすぎに注意しましまうね、まあ、ここからここで大きさが決まりますのでこの辺りこのこの感じこのマスの大きさに対してちょっとずれちゃったこの辺かなこれに対してこのくらいの長さで十分なんだっていうところを思ってくださいね。 えー、そうして、ここにこう、つながるようにして、下ろしていきます。この辺、力を入れておいてください。で、スッと抜いていくような。そうすると、ほら、この辺がちょっと太いですよね。こういうところ。はい、もう一度、人と,という字来ましたね。こうして、ストンと下ろして、力を抜いていきます。はい、ひらがなの。 がですけどこちらは左の部屋にこう入れてあげようとしてこういうところを大事にこうつあのだんだん強くしてってどんどんですね。はいあです、えー、ここに絡みつくようなイメージこっからこうですね。でそこから直線です。ここはまっすぐな線。 そしてここに合わせていくような下のラインもチェックしておきましょうこうしておいて上がります少しだけこのぐらいな感じですねでまあのー、筆じゃないのでここがほらなんか狭くくっついちゃったとしてもそんなに気にならないですよね、あのー、筆だとすごくそういうところって気になりますけどまあ鉛筆だとまああんまりねただ 意識としてちょっとこう開けようかなって思うぐらいなこのぐらい行けば開くだろうなっていうギリギリのとこ狙っていけばいいですだからここからここの長さっていうのはすごく短いでしょよいしょっていっぱい上がっちゃうと首がねこの辺苦しそうな感じになっちゃいますのではいで、ツアー大きくこういうふうにここの部分を広げてあげようとしてくださいねはい次いきます え集まればうーんまです、えー、と今回は12年生は山というのが、あ、そうそう、共通なんですよ。あの、皇室はいつもほら、12年生共通ですよね、その課題っていうのが。で、えっ、ー、と、昇級試験になった時も、毛筆、 課題は一緒になりますね。そして2年生も「山」って書くんですが「間」がちょうどあるのでここでも形の説明としてはね毛筆も硬質も一緒なのでその辺りあの共通だと思って聞いてください。えーまあ、これの場合は真四角なのでちょっと若干ねこう感覚は違うかもしれませんがふわっとさせといて下落ちて上に上がります。ここの違い、 ただの線じゃないよねっていうところ平行じゃない同じじゃないうーん広さで言ったらこっちの方が広く見えてこっちが狭く見えればいいんですふわっとさせる時もこれがピッて上がるこの線じゃないこれこれは違うしねえっ、ー、と横にピーでもないですよねこういうところをよく見てくださいふわっとさせておいて線自体は 上がり調子ではあるけどこんなに上がってるわけじゃないっていうところですでこう下に下ろしていきます下にスッと下ろしてこうすくい上げるように上がっていきたいんですなぜならここから次ここに行きたいからこう来て力をスッと抜いて上にこう到着したらここからですよこういうふうにお尻ちょっと突き出すようにしておいてここまで来ます そしてそこから絵を描くようにトントンときて下ちょっと長めを意識した方がいいかなここよりもここを少しこういう風に開けるようなイメージですねこれはあの毛筆一緒ですからねそこ気をつけてくださいで結構ここ広くたっぷりと開いてるような感じがしますよねあのここにほらコーマスがあるでしょそうやって見た時に ここが一番長く見えるはず。こういうライン、外形はこういうラインになります。これ、もともとの字で言えば、1、2年生まだ習ってないかなこう、これですね。 末という字です。えっ、ー、と月末なんていう時に使うこの末という字ですけど、ここの2本がこれに当たるわけですよね。で、ここからこうしてこうしてこういう風になって間が出来上がるわけですが、それを形としてはそういう感じでちょっとこう広がりがあって、ここキュッてくびれてるのかなっていうのをちょっとあのイメージしてください。で ここ、えー、ここででですすねここへのような形でいいです大人が書くのとはまたちょっと違ってこの結びの作り方はこういうふうに子どもの場合はやりますのでねはいそして次行きましょうえー、っと真ん中の線に対してまだいたいこのぐらいにこうせり出すような感じで持ってくるそして左側しっ ししししっかり出ててておいて右側を少にそうここでねもう一つ気をつけておきたいのが上のこの、あのー、長さと下の長さもちょっと余らせたいんだっていうのをちょっと思っといてくださいこのほら中心真ん中この線の真ん中あたりにこうちょこちょこって固まってますよねこのキュッキュッっていう折れがねその真ん中あたりに持ってきたいんだっていうことですここで こうだからあんまり下にこう行っちゃうと違っちゃいますよね角度が、うん。横に行くような感じでこういう風に上がってきて一度こうシューってこう抜いてしまって構いません。 ただその時に長すぎると次が書けなくなっちゃうので次ってここの最後の線っていうのはあのここを優先的に開けようとしたいのでなるべく外まで行ってしまうとこう曲がってこう入ってきちゃうような感じになるのであまり美しくないですよね行き過ぎには注意なんですがそこからこう入れ替えるようにしてまっすぐ下ろしてきて右に行きますでここの部分を下を少し開けてあげるような感じにしてください はい、歯ですよ。えー、そしたらこのあたり、棒は少し長めです。これ、字の全体の高さといったら、ここで決まりますね。で、ここよりも、先ほどの間のところと似てます。この結びのライン。ここを見てください。こういうふうにピッて線を引いたときに、この結びが少し浮いているような状態。そして、こことここが、ちょっとこう、 つあの、うん、大体同じぐらいかなっていうぐらいなんですようんだからちょっとこの辺に隙間を作るんだなっていうのを意識しておいてそして描き始めますえ棒をこ,こは描いたらここの跳ねた底からこういうふうに徐々に強く持ってくるようなイメージですで外に外に行って持ってきてここがねあまり短すぎるとここの何て言うかな 横幅がなくなってしまう。そうすると、この結びがこの棒のこの部分にぶつかりやすくなりますので、ここにたっぷりと、あのー、懐ってよく言いますけど、それお腹の感じですよね。こう、ふっくらとさせるようなイメージにしたいので、ここをゆーっとこう持ってきてあげること、外に向かうこと。そして、次、その外に向かった後、 線の真ん中を貫くとダメなんですこの右寄りです右寄りここからすぐ上に上がったあたりからこういう風に来てこのあたりでカーブですこのカーブするタイミングが遅いと下が開かなくなりますよねなので早めにカーブしてもうこのあたりで止まりますで、一番ここがこの棒のこの部分に近いですよねだからこのあたりすごく接近していくんだと思ってくださいそしてトーン ででと下がっていきますでこんな感じですねはい濁点忘れないようにしましょうねはいまた10が来ました10はギュッとして気質が大事だよっていう話をしたと思いますこちらもギュッとしておいてこの真ん中よりもだから少し左から入ってあげないとダメってことですよね 自分が思ってるところよりも左からギュッと入って止まらない。止まったところが中心っていうのがいいわけですよ。自分が引こうとしているところで止まるっていうところです。はい。とですね。はい。こちらからスッと力抜くようにこの辺。あんまりギュッギュッてしないです。これはもう質も一緒ですね。スッとしといてジャンプで遠くからこういう風に来ます。こんな感じですね。はい。おです。 下からギュッと突き上げるような感じ上から来てこうちょっとカーブしてくださいこの辺カーブしといて止まることそしてトンちょっとですすごくちょっとで上に上がるんじゃなくて横に広がろうとしますこうでそのまま抱え込むように上に行ってこのままこのままこういうラインで外向きにこうです で、リですね。リは少し,しあのこう広がりが見えるといいです。ちょっと外に向かってるのかなっていうぐらいにしておくと、ここがふっくらしますので綺麗になりますよ。で、ここから上にこう来て、一旦止まってください。止まって、スーッと来て、ちょうど中心あたりで切れるといいです。行き過ぎに注意。これ、行き過ぎるとちょっとね、転んでるみたいな形になりますのでね、そのあたりを注意しましょう。 でこういうただのね線線2本でできてる「リーナンっていうのはすごくあの難しいです綺麗に書こうとするとすごく難しいので何度もねちょっとやってみてくださいね、えー、はいで「の」ですねの2回目ですねこういうふうに切ってこの辺でしたねこれ短く短くっていうか ほら四隅をチェックしてくださいここ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 ,ここってあってこの中に書く場合この辺りで止まんなきゃいけないってことですこれあんまり行き過ぎるとすんごい大きくなってすごい圧迫感ありますのでねこの辺にしましょうねこうしておいて上がりますこの角度にもだいぶこうほらこっち行っちゃうと表情が随分違っちゃって。 なんていうかななんか外にね広げるとね上品さがなくなりますので上にスっといってあげるその方がいいですでこう回ってスっとはい背は1画目がかなり下から上がっていきますこうこれ長いとこですよねそしてこういうラインを作りたいわけですから次2画目上からちょっと とカーブをささせてくださいで大体ですけどこことここ同じぐらいの長さ狙っていくといいかなと思いますそして次もこういうふうにちょっともうすでにこうカーブしてるような感じにしておいてこんな感じですねでここは長,長すぎないことちょっともうこういう感じにしたいわけですから1画目のこの長さと同じやにやっちゃダメですよね。 ちょっと短めにしておく。だからこの一画目に対して少し短くなるっていうところ。ただ短い長いとかいう覚え方ではなくて、どこに対してどのくらいなのかっていうところ。ここに対してここなんですよ。ここの頭のこの高さに対してこの低さがあるっていうところですね。はい。そういうふうに、あの、組み合わせるっていうかな。ここに対してここっていうふうに、そういうふうに覚えましょう。はい。いいわ。 優しくから滑らせるようにこういう風に強くなっていきます。そして優しく跳ねながら行き先、こちら側、優しくからまた強く。この連続ですね。こういうのも難しいですよね。これ大人も本当に苦戦をします。イとかリとかね。 そう、えー、かかですね。こうちょっと内側に入ってくるといいですね。こここの線が真ん中の線ですね。そこに接続しているのはあの一瞬です。このぐらいだけですぐにこっち。これがそのまま下まで行ってしまうともう立ってるような状態になって可愛くないですね。これね、ちょっとこういう風に寄りかかってるような感じです。で支えてあげているのがこの子ですね。っていう風な感じのイメージしてください。 で、こちらは右の部屋からこう、これ結構まっすぐライン。あまりクイーンってしてほしくないとこです。ここの初めのところがクイーンってするとちょっと下もね、なんかね、やっちゃないといけなくておかしいんですよ。ここちょっとまっすぐと思ってもらって、次がこっちにこう、キュッと反っていく。反るのは下だけと思ってください。はい。で、次は、 こういうふうにこう突き上げるような感じグイーンって感じですねそこから折り返しておいてグーッとここで強いでトントンこれ跳ねてるわけじゃないですからねちょっと上にこう行きたかったのにつ,ついちゃっただけですはい巣は少しこういうふうにしなりながら次頭出しといてこれ結びの時にちょっと内側に入ってきてトントンってやってストーンって折りますはい あ、これでいいんだね。えっ、ー、と、そしたら、1、2年生共通ですので、えー、皆さん自分の学年をね、書いてください。間違えないように。えっ、ー、と、今回は、じゃあ、そっか、いつも2年生って書くかな。じゃあ、1年生にしときましょうか。はい。じゃあ、こんな感じですね。はい。1、2年生ね、初めての昇級試験の子もいるかな と思います、えー、ぜひ飛び級をあのー、頑張ってください。結構いける、いけるんじゃないかと思いますよ。あのポイントとなるのはやはり個々の部分。今回はね、そうですね。うーん、やっぱり10かな。10と人、この縦のライン、こちらの一画目もね、その行く方向、 っていうのと気質の方向それがしっかりできてれば結構いいところまで行くんじゃないかと思いますもちろんねひらがなは大事ですがそこよりもまあ、よりもって言うとおかしいですねうん、ポイントすごく分かりやすいところで言ったらもうこれとこれですねはい頑張りましょうはいでは失礼します